こんにちは、さんやです。今日は1月のお気に入りのものを紹介していきたいと思います。まず1つ目です。こちら、ラブホリックのカラコンです。これはね、何回か多分動画でもつけてたと思うんですけど、ナチュラルなメイクにとってもぴったりなカラコンです。こんな感じですごくね、色素のね、薄めのブラウンっていう感じで、瞳にね、すごく馴染んで、発色もすごく綺麗で、ナチュラルなんだけど盛れるカラコンですごく今月お気に入りで使っていました。サイズもね 14.5 で結構大きめのサイズの方が自分的にはいいなって思うのでお気に入りでした。ちなみにワンデーなのでもう帰ってすぐポイって捨てられるので超楽ちんで、もう最近なんかワンデーにねめっちゃハマってて、今日もワンデーつけてるんですけど手入れがいらないのでめちゃくちゃ楽で、今月っていうかもう最近本当にワンデーばっかり使ってます。また今度カラコンの紹介の動画も別で第2弾みたいな感じでやりたいなと思ってます。そして2つ目はこちら、ニベアの青缶のクリームです。これもね動画で前にやったんですけど、乾燥のひどいさやかにはとってもぴったりでした。弟もすごい乾燥肌っていう話を前にしたんですけど、もう家族みんなでね使えるっていう点ですごく今月お気に入りで何回も使ってました。パックとして使うのもすごくお気に入りでした。でこれねなんかねその前の動画の時に伸びが悪くてちょっとそれが気になるなみたいな話をしたんですけど、そしたらコメント欄でもね何件かこれのソフトのもうちょっと柔らかいやつがあるっていうのを教えていただいて、ソフトの方も使ってみたいなと思っております。初めて使ったんですけど値段も手頃だしみんなで使えるっていう点ですごくお気に入りでした。はい、そして3つ目です。昨日の動画でも出したんですけど、こちら不老不死のザまつげ美容液です。これ1週間使ってみた結果の報告を昨日動画で出したんですけど、本当にまつげがねすごく伸びて、まつげが抜けてて悩んでた時期だったのでちょうど助かりました。こんなにねまつげ変わるもんなんだ、塗っただけでって思いました。まぶたに塗るっていうのもねすごく新しい発想だなと思ったし、なんかこういうのってさ実感できないとねすぐめんどくさくなっちゃったりするんですけど、すぐに変化を感じられたので毎日使うのが逆に楽しくなるまつげ美容液でした。これからも使っていきたいなと思っている商品です。はい、そして4つ目は今着ている GU のルームウェアです。これもね動画で何回も着ながら撮ってたんですけど、めちゃくちゃモコモコでねあったかいんですよ。で今もうほんと寒いでしょ、だからこういうねモコモコのルームウェアはすごくお気に入りでした。 GU だからすごく安くて、これはスイーツ柄なんですけど水色のなんかエッフェル塔とかなんかパリのねデザインのやつも買いました。続いて5つ目です。5つ目はこちら、キャンメイクのマシュマロフィニッシングパウダーです。これもキャンメイクだけのフルメイクをするよっていう動画で前に使った商品なんですけども、これはすごくね肌の毛穴をスッと隠してくれてとってもお気に入りでした。でこう付属のパフがついてるんですけど、さやか的にはこれを使うよりもブラシでふんわりとのやった方が、マットすぎないっていうかふんわっとしたねお肌になるので、ブラシでこうファファファっとつけた方が好みな感じの仕上がりでした。動画ではパフ使ったんですけどブラシでつけた方がいいなっていうことに気づいてからはブラシでつけてます。化粧直しの時とかこれ持ってけば鏡いらないからすごく楽だなと思いました。なのでこれも今月のお気に入りに追加したいと思います。最後なんですけどお気に入りとはちょっと別なんですけど、報告として千羽鶴とはもう2月までに完成して皆さんにお披露目したかったんですけど、なかなか予定がちょっと忙しくてできなくて、こんな感じで今つなげてる段階です。5束作ってます。だから 50×5 で250個、250の束が今できてます。こうちょっとなんかグラデーションみたいな感じでちょっとね可愛くしました。本当はもうね2月には完成して皆さんにお披露目したかったんですけど本当に遅くなってしまってすいません。時間を見つけて、頑張ってやっていきたいと思います。本当にすいません遅くなっちゃって、ちょっと途中経過なんですけど報告でした。こんな感じで今月お気に入りのものなんか他にあったかな。なんかね今月いろいろね充実した1ヶ月だなと思っていて、 YouTube の方もありがたいことに1万人登録者がいきました。ありがとうございます。YouTube 始めてもう9、10、11、12、1、5ヶ月かな、5ヶ月かな経って1万人に行って本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんかなんか最近ツイッターでね今日動画アップしますかみたいなリプとかいただいて、少なからず私の動画をこう楽しみにしてくださってる方がいるんだなと思うと本当に嬉しく思います。もうそういうコメントとかリプとかが自分のこう動画を上げるモチベーションになったり、頑張ろうっていう意識につながるので本当に嬉しいです。ありがとうございます。1月はなんか結構メイク動画以外のこともね挑戦した月だったかなって思うんですけど、こう食レポをやったり、なんかどこどこ行って撮ったよって初めて外ロケをねやったりとか、なんかこういろんなことをするのがすごく楽しいなって思った月でした。メイクだけじゃなくていろんなことやりたいっていうのが今年の目標でもあったので、少しずつこう達成していけてるのかななんて思ってます。もっともっとこう見てくださってる方が楽しんでいただけるような動画もねたくさんアップしていきたいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。2月はもうすぐバレンタインもあるしね、バレンタインのメイクとかもこうやりたいなって思ったり、春メイクとかもやりたいなって思ってます。今ねちょっと頭の中でねやりたいなって思ってるメイクとかもあるので、まあ、メイク動画もこう徐々にアップしていけたらななんて思ってます。質問コーナーみたいなのもやりたいなって、その時はぜひたくさんコメントしてください。あと一つ、なんか最近ねよくコメントでねあるんですけど、サーヤの「あ」はちっちゃい「あ」ですはい、よろしくお願いします来月ももっともっと頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。せいでした。バイバーイ。